シムシティフロンティアとは2009年3月2日より提供されている i モード携帯電話用のゲームである。ハドソンがエレクトロニックアーツよりライセンスを受け提供している。様々なプラットフォームで展開されているリアルタイム都市経営シミュレーションゲームシムシティシリーズの一つである。シムシティ2000と3000の中間を取ったシステムであるがオリジナルの要素を多く採用している。グラフィックは フル 3D で描写され、高低差の概念も存在する。従来のシリーズに比べると、オリジナル要素のためか、難易度は優しい。タッチパネル非対応。土地には、高低差が存在する。高さに差がある土地をまたがって、建物を建てることはできなくなっており、都市建設上の障害となる。プレイヤー側で、高低差を変更することはできない。また、 建物が建てられている高さによって収支にも影響がある。今作の大きな特徴としてマニフェストが存在する。これはメニューにある設定されたマニフェストの中から一つを選択し、それを達成することで町の水準レベルと設置可能な施設が増えるというものである。マニフェストの内容は多岐に渡り道路の設置数を計40銭にする公園を15箇所設置する。 原子力発電所を設置すると様々である。ゲーム開始時に設置可能な施設は極少数で最低限のものしかないため、都市の発展にマニフェストの達成は必要不可欠となる。また、都市の水準レベル向上は人口増加にも大きく影響する。最初期のマニフェストは非常に簡単なものだが、達成するごとに新たなマニフェストを宣言できるようになり、 達成条件も困難になっていく。その分特別収入が得られるカジノやリゾートホテルの設置が可能になっていく。施設の設置や区画の決定には資金とは別に新たなポイント、カリスマが必要となる。カリスマが足らないと、たとえ資金があっても設置をすることができない。カリスマは施設の設置や区画の決定をすることで消費していく。ポイントは、 毎年の決算で補充されるが、資金を消費して、カリスマを得ることも可能。ネットワーク対応である今作では、近隣の都市と提携することが可能となっている。周辺都市一覧の画面から別のプレイヤーの都市を、選択肢都市提携申請を送り、承認されれば、提携都市となる。提携した都市とは、自然災害等が起こった時に、資金援助の申し出をすることができる。 申し出が承認されると資金の提供がなされる。この周辺都市一覧の画面は iWidget からも確認可能。ありがとうございます。